キャサリン・スイン・フォード、1350年11月25日から1403年5月10日は中世イングランドの貴族女性。イングランド王族のランカスター・ゴージョン・オブ・ゴーオーンとの愛人で後に3番目の妻になる。彼女の子は親戚降下して名門ォー時家を起こす。ランカスター・朝の子祖ヘンリー4世はママ子。キャサリンはペイン・ドゥ・ルートの娘として生まれた。 彼女は16歳の時にヒュー・スー・イン・フォードと結婚した。ヒューはケトルソープに邸宅を持つ裕福な騎士であり、二人の間に二人以上の子を授かったが、彼女の父と同様に大陸で戦死してしまう。ヒュー・スー・イン・フォードに先立たれた後、彼女はランカスター・コジョン・オブ・ゴーンとの邸宅に入る。表向きはジョンの妻ブランシュに呼ばれた。 ジョンの二人の娘たちの家庭教師という名目であった。この皇妃は1369年に亡くなり、ジョンの二番目の妻である、コンスタンス・オブ・カスティルも1394年に亡くなると、1396年1月13日に、ジョンとキャサリンは、リンカーン大聖堂で結婚し、ジョンが1399年に亡くなるまでの3年間を、夫婦として過ごしている。 1403年5月10日、キャサリンは、ジョンの死の4年後に亡くなった。彼女と娘のジョーンは、カーン大聖堂の、聖壇に埋葬されたが、その墓所は1644年の新教と革命の内戦の折に、新教との略奪を受けた。キャサリン・スー・インフォードの墓ヒュー・スー・インフォードとの間に、以下の子女を設けた。ジョンとキャサリンの間には、子供が4人いた。 4人とも結婚前に生まれた子だったため通常なら初子扱いだが、ジョンは1390年にいとこのリチャード2世によって着室子であるという指摘談話を得て、さらに結婚後の1397年1月には議会宣言の形で議会の承認も取った。すでに暴ー,ートという姓をもらっていた4人の子供たちは、晴れてジョン・オブ・ゴーンとの着室子となった。 1640年に描かれたキャサリン・スウィン・フォードと、ジョーン・ボーホートの墓ジョーンの孫は後に、ヨーク朝を開くエドワード4世とその後を継ぐリチャード3世で、ある。そのリチャード3世を倒して、チューダー朝を開いたのは、ジョンの彦のヘンリー7世である。出生時期さえ定かでないような死生児だった、ボーホートの血脈は、こうして、イングランド王室につながっていくことになる。 ありがとうございます。